この桜の木を守っていきます。ここに誓います。この10公演通してきて、すごい長いようで本当に短かった10公演なんですけど、とっても距離が近くて、もう皆さんの顔も2階から3階の席まですごく見えていて、たくさん練習をしてきて、バディーズの皆さんに素敵なねライブをお届けできるようにって心を込めてきたので、バディーズの皆さんも全力で声出してくれますか？誰一人欠けることなくここまで今走り抜けられてることがすっごく嬉しくて、もう3期生の今持ってる力全てを出し切って全力で皆さんに受け止めてほしいなって思ってます。死んだものが始まる前よりもなんかどっか自分に自信がついたような感じがするので、これからも3期生みんなと一緒に乗り越えられたらいいなって思うんですけど、これからもっともっと頑張ってみんなでいろんなパフォーマンス、いろんな3期生を見せていけたらいいなって。新参者期間ですごく3期生とも本物の絆で結ばれたなって、どん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 いいものを作ろうってこう意識をみんなの中で共有できたことが新参者の中の宝物になったかなというふうに思っています。私たち3期生が気持ちを込めて先輩方が大切にしてきたものを引き継いでいきます。初めて新参者を3期生だけでライブをやらせていただくと聞いたときは、櫻坂46の名を背負ってこの会場を任せられるのかとかいろいろ心配な気持ちもたくさんあったんですけど、私たちにとって成長する大きなチャンスで、皆さんとの仲を深める大きなチャンスだなっていうふうに思って今までやってきました。新参者10個